どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、こちらの私が使っているね、M1MacBook Air。息子にもうシールベタベタに貼しちゃってる、この M1MacBook Air なんですけども、ちょっとね、調子が悪くなってしまってですね、ずっとね、不安定な状態ではね、まあ、使えてたわけなんですけども、まあ、とうとうね、SD カードを読み込まなくなってしまったということで、先日ね、こちらの SBI 銀行プラチナデビットカードに付帯しているえモバイル端末保険っていうのをね、使ってえ実際ね、修理を受けてみたっていうふうになりますんで、本日はね、こちらの解説ね、どういった感じでね、利用できるのかっていうのをですね、解説やっていきたいな、なんていうふうに思います。ということで、こちらのね、M1MacBook Air なんですけども、まあ私の動画をね、ずっと見ている方はね、知ってると思うんですけども、ニューヨークで購入してるんですよね。 こちらの動画でね、あの、ニューヨーク散策ね、2000何年だのかなもうコロナが始まって、あの、私が行った瞬間にね、オミクロン株とかがね、あの流行り出した頃なんですけども、まあ、その時にニューヨークね、1週間ぐらい滞在したんですよね。で、その初日にですね、 私が使ってたね、MacBook Pro ね、えー、ぶっ壊れてしまって、えー、現地のニューヨークにね、あのニューヨークのね、Apple Store はね、24時間やってるんで、えー、夜の11時とかね、そのぐらいに買って使ってたわけなんですけども、えー、とうとうね、こちら、調子が悪くなってしまったということで、修理に出させていただいたんですよね。で、このね、モバイル端末保険ね、まあ私はね、このデビットカードね、あの、発行した経緯っていうのは、新しい iPhone ね、購入するときに、Apple Care ね、入らなくていいようにね、こちら発行したんですよね。 で結局ねあの新しい iPhone ね購入しなかったんですけどもいやね本当にね発行しといてよかったですねはいツイカードねもう完全に読み込まなくなってしまってまあこれはダメだということでね修理させていただいたわけなんですけども今回ねこちら修理に実際に出してみたところですね無事ねニューヨークで買ったこのね M1Mac にもかかわらずちゃんとね修理代金ね保証していただけたっていうふうになりますんで 本当にね、発行しといてよかったです。で、まずですね、この保険ね、どういった感じでね、あの、保険を受けられるのかっていうところで、ちょっとね、詳細を公式サイトをね、見ながら説明ね、していきたいな、なんていうふうに思うんですけども、それはね、こちらが公式サイトになるわけなんですけども、このね、SBI 銀行のプラチナデビットカードのね、モバイル端末保険っていうのは、保険金をお支払いする対象となる通信端末機器ということで、 今回ね、私はノート PC をね、出したわけなんですけども、まあ、それ以外にもね、スマートフォンとかタブレット端末とかね、デスクトップパソコンとか、スマートウォッチ、モバイルゲーム機、モバイル音楽プレイヤーということで、非常にね、守備範囲が広いですよね。もちろんね、最近、えクレジットカードのね、スマートフォン保険っていうのはね、かなり、あの、増えてきたわけなんですけども、まあ、スマホだけではなくてですね、PC とかもいけちゃうっていうのはね、またね、スマートウォッチとかね、こういったものが利用できるっていうのは、ね、非常に いいですよね。アップルケアとかね、入ってる方多いかと思うんですけれども、このプラチナデビットカードね、年会費1 1000円で、まあ最後の方にね、このカードの詳細とかも紹介するんですけども、このカードはね、正直発行しといてね、まあ損はないカードではないのかな、なんていう風に個人的にはね、思っているって言った感じに、 なりますで、こちらね、対象の通信端末の条件ということで、保険金をお支払いする通信端末機器は、保険金をお支払い対象となる端末機器であり、かつ次の1から6の条件、いずれも満たすものに限られますということで、えまずね、カード、非保険者を所有する通信端末ですね。2つ目ですね、無線通信機器、Wi-Fi が接続可能な通信端末機器ですね。で、3つ目ですね、入会日または初年度保険開始日の いずれか遅い日を計算日としてメーカー発売日から5年以内の商品であるかまたは発売日から5年経過した商品であっても入会または初年度保険開始日のいずれか遅い日を計算日として1年以内に購入されたことが証明が取れる通信端末機器で4つ目ですね入会または初年度保険開始日のいずれか遅い日時点で画面割れケース割れ水濡れ等がなく 正常に動作している通信端末機器。で、五つ目ですね。日本国内で発売されたメーカーの製品である通信端末。で、六ですね。日本国内で修理可能かつ、日本国内で購入可能な通信端末機器ということで、まあ私はね、今回こちらね、ニューヨークでね、購入して、修理ね、あの、受けさせていただいたわけなんですけども、ここら辺を見てね、非常に 不安だったんですよね。まあ、ニューヨークで購入してるんでね。世界共通でね、あの、利用することができるね、マック商品ですけども、まあ、ここがね、ちょっと大丈夫かな、なんていうふうに思ってたんですけども、まあ、こちらね、事前に問い合わせたところですね。日本のね、あの、議的マークみたいなのありますよね。まあ、そういったのがね、ついていれば、これね、海外で購入した商品であってもですね、こちらね、通信、あの、保険対象になるっていうふうになりますんで、これはね、非常にありがたいですよね。もしかしたらね、ダメかな、なんていうふうに思って、 で、すすけども、えー、無事ねね大丈夫だったったていう風になりますんで、ね、でこちらはね、詳細になるわけなんですけども、保険適用金額は最大で10万円ですね。まあ、それがね、各項目どれでも受けることができて、1年間に1回、えー、受けることができるっていった値になります。で、修理ができないものに関しては、最大2万5千円。ちょっとね、保険金額ね、下がってしまうんですけども、こういった感じでね、保険を受けることができます。で、スマホに関してはですね、こういったね、キャッシュレス修理とかもね、 利用することができるんですよね。これ非常にいいですよね。で、私もね、最初これ利用したいなと思ってたんですけども、これはね、スマートフォンだけしか、この決勝ス修理っていうのはね、利用することができないみたいですね。PC とかね、そういったものはできないんですけども、スマートフォンとかね、今度もしね、調子悪くなったらね、これ利用したいななんていうふうに思うわけなんですけども、 これいいですよね。まあ、こういった感じでね、保険ね、えー、受けることができるっていう風になっております。またですね、この保険はですね、カード本会員の方もね、利用することができますし、カード本会員の配偶者の方、またね、カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする同居の親族ということで、 これね、子供とか、そういったね、ご家族の方のですね、利用するこういったものもですね、保険のね、適用に入ってくるっていうふうになりますんで、 これ非常に強いですよね。私ね、これ、あの、本会員だけだとね、思ってたんですけども、家族の方もね、利用することができるっていうふうになりますんで、ご家族みんなのね、アップルケアみたいな感じにもね、利用することができるっていうふうになりますんでね、これはいいですよね。まあ、その代わりね、1年間に1回しかね、利用することができないっていうふうになりますんで、 ま、あこのね、1年間に1回っていうのは、ま、1月1日からね、12月31日になると思うんですけども、ま、こういった感じでね、年に1回にはなりますけども、利用することができるって言った形になります。で、保険のね、請求の流れなんですけども、まずね、ご自身で、あの、プラチナデビットの方に申請ね、事故のね、申請をさせていただきます。で、その際にですね、ま、必要なものとしてはですね、パソコンね、修理させていただいて、またね、あの、外からね、あの、壊れている部位っていうのは見えないんですけども、一応写真 を取ってまあ、お送りさせていただきました。その時に一緒に送るのはレシートですね。こちらはニューヨークでね。私購入したんですけども、レシート e メールでもらってましたんで、そのレシートを添付させていただきました。で、次にですね。修理の完了のね。領収書まあ、これをね一緒に添付させて。 いただきました。で、一応ね、あの、壊れた部位の写真とかもね、これは言ったか。はい。あの、一緒にね、送らせていただきました。まあ、この3点ですかね、お送りさせていただいて、え事故のね、受付みたいなのをさせていただいたわけなんですけども、シリアル番号をね、あの、送る必要があるっていうふうになりますので、スマホだったらね、IMEI 番号でしたっけ。こちらをね、お送りしてる必要がございます。で、私の場合はね、あの、パソコンだったんで、シリアル番号をね、一緒に添付させて、 いただきました。ま、あこれだけでですね、申請ができて、またね、紙でね、書類書いたりしません。全部ね、あの、インターネット上でね、申請させていただくっていうふうになりますんで、これで、ね、本当に良かったですね。私はね、あの、書類取り寄せて書いたりなんだりしなきゃいけないのかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、まあ、そういうことはね、一切なくですね、全部ね、インターネット上でね、完結するっていうふうになりますんで、非常に良かったですね。で、私はですね、こちらニューヨークで購入しているっていうこともありまして、一回、ね 申請を出させていただいたんですけども、追加書類提出みたいな感じで、儀的マークね、あの、申請が受けてる商品ですかみたいな。まあ、それのね、確認が一回入って、まあ、それをね、Apple の方で、えっと、ダウンロードして、まあ、それをね、添付して送り返した。まあ、これだけっていう風になります。それね、提出したらですね、無事ね、あの、保険適用になりまして、今回ね、入金していただいたって言った形になります。で、今回ね、えー、もらった金額なんですけども、 49,400円ということでえ、こんなに修理代かかるんだっていうふうにね、まあ思ったわけなんですけども、今回ね、あの保険金いただけるっていうふうになりましたんで、本当にね、入っといてね、本当によかったですね。で、今回ですね、SBI 銀行プラチナデビットカードね、そこまでね、知らない方多いかな、なんていうふうに思いますので、もう一回ね、この SBI 銀行のプラチナデビットカードのね、基本スペックおさらいね、しておきたいな、なんていうふうに思います。はい、ということで、こちらがね、私の方でね、えーまあ させていただいたただわけけなんですけどもまずねこの SBI 銀行プラチナデビットカードデビットカードっていうふうになりますんでこのカードはですねクレジットカードではなくて使ったらね SBI 銀行の口座からねすぐね引き落としがされるデビットカードっていうふうになるんですよね。でででででここののカード、ね、審査ありませんですす誰でも発行するるとができる デビットカードっていう風になりますですので、こちらね、申し込んだね、申し込んだ瞬間に1万1000ね、落ちるっていう風にになるんですよね、SBI 銀行から。で すぐね、あの、カード発行のね、手続きに入って、まあ、一週間ぐらいしたらですね、カードがね、届けられるって言った形になります。誰でも発行することができるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいメリットがね、あるのではないのかなと思います。で、年会費はですね、税込み1万1000円ということで、結構ね、高めに設定されているんですけども、まあ、今回ね、紹介させていただいたモバイル端末保険もね、非常に強いっていうふうになりますんで、このデビットカードね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに、 思います。で、基本還元率は1%ということで、貯まるポイントはね、スマプロポイントっていうね、この SBI 銀行のね、独自のポイントがね、溜まって、500ポイントで500円換算でえ、現金ね、することができます。一応、ジャルマイルにもね、交換することができるっていうふうになっているわけなんですけども、まあ、この例だったらね、現金で受け取った方がいいかと思いますね。で、保険がですね、いくつかついておりまして、まずね、先ほどから説明させていただいている、これね、モバイル端末保険ですね。 一年間でね、10万円まで自動付帯で利用することができて、重要な点としては、このカードで決済しなくても、この保険がね、受けることができるって言いた味になります。私もね、今回 MacBook Air をね、修理に出したわけなんですけども、これもね、何で買ったか覚えてないですけど、多分マリオとアメックスとかで買ったのかな。 ちょっと覚えてないですけども特にねこのカードで買ったものがね対象になるわけではなくて持ってるものが自動負担でね1年間10万円までね受けることができるっていうふうになりますんでこれがね非常に強いですよねでまたですね海外旅行保険がですね自動負担で家族特約もありでね利用することができるって言ったはになりますそれがねこちらになるわけなんですけどもまずね自動負担でついている部分で非常に強いなと思うのは障害疾病がね最高 1, 1000万まででいてるんですよねこちらね年会費ありのねクレジットカードでも自動負担でねここまでの疾病障害でねあの保険がついてるカードってないと思うんですけども自動負担でねこれがついてるって本当にめちゃくちゃ強いですよねまあ、1 1000万1円ね。 年会費はかかりますけども、自動負担でこれが付いているっていうふになりますんで、最高700とか1000とか付いてるんでね、アジア系の、ね、旅行だったら、えー、海外旅行保険で、ね、入んなくてもいいかもしれないっていうレベルでね、高いですよね。で、またね、家族特約として、えー、ご家族の方もですね、こちらね、最高500万とか350万とかね、付、えー、いているっていうふになりますんで、まあこれはね、ちょっとね、不安な金額でもあるかな、なんていうふうに思うんですけども、 本会員の方はね、かなり充実してね、ついていて、またね、乗り継ぎ遅延とかね、こういったのも自動付帯でね、ついているっていうふうになりますんで、これね、強いですよね。 で、またね、国内旅行保険もね、自動負担で基本ついておりまして、遅延保証はですね、こちら利用負担になっているわけなんですけれども、国内旅行保険もですね、自動負担でついているって言った形になります。またね、ショッピング保険とかもね、最高100万円まで利用することがね、できるっていうふうになっておりますんで、1万1000円のカードとしてはですね、かなりね、強いですよね。 で、こちらね、私発行してからね、気づいたんですけれども、この SBI 銀行プラチナデビットカードね、非常に良い,いメリットがありまして、こちらね、2ランクアップするんですよね、ランクが。で、このランクはね、2ランクアップするとどうなるかっていう話なんですけれども、 それがね、こちらになっておりまして、スマートプログラム、スマープロランクっていうね、あの、ランク制度が SBI 銀行の方であって、このランクが上がると、ATM のね、あの、無料回数とかが増えるんですよね。で、今ね、SBI 銀行のこのスマープロランクっていうのは、新しくね、あの、口座開設して、えっと、スマートネをね、あの、登録しているお客様に関しては、ランク2でね、利用することができるんですよね。ですので、 sbi 銀行プラチナデビットカードをね、発行していただくと2ランク上がるっていう風になりますんで、今ね、私これなんですよね。月20回、他、えー、銀行の振り込みも月20回、えー、無料で利用することができるっていう風になるんですよね。まあ私ね、 au 自分銀行とかでランクを上げてね、利用させていただいたりしてたんですけども、このね、SBI 銀行のデビットカード発行してからね、普通に毎月ついてくるっていう風になりますんで、もう他の銀行のね、そういうのいらないなっていうぐらいね、あの充実した特典をね、受けることができているっていう風になりますんで、ランクがね、2つ上がるっていうのは、ね、非常にいいですね。さすがに月20回あればね、私も困らないっていう風になりますんでね。 はい。これはね、非常に大きいメリットだな、なんていう風に思っております。ぜひこちらも覚えておいていただきたいなと思います。次ですね、これね、ちょっと次回ね、使ってみたいな、なんていう風に思ってるんですけども、 このデビットカード持ってるとですね、海外データ通信が年1回ね、3ギガ15日間以内で利用することができるみたいなんですよね。まあ年1回しかね、こちら利用することができないんですけども、ちょっと次回のね、海外滞在でこちらね、利用してみたいな、なんていうふうに思っております。それがこちらになるみたいなんですけども、グローバルデータローミングバイ。 ちょっと読み方がわかんないですけども、えー、150カ国で年1回1回3ギガ15日を上限にしてインターネット接続していただけますということで、まあ、私最近ね短い滞在だとねアフテモバイルのね2ギガとか使ってるんですけども、まあ、3ギガね15日上限でね利用することができるんであれば非常に良さそうですよねなんかアプリとかねあのダウンロードして使ってなきゃいけないみたいなんですけども、まあ、次回ねこれ実際に使ってねどんな感じなのかねちょっと皆さんにシェアしてんだなっていうふうに思います 持っておりますので、こちちらねちょっとと楽ししみにしといていいいただければなと思いますで次ですね。先日ね、12月1日からね、プライティパスがね、付帯したっていう風になりますんで、年3回までね、無料で利用することができます。まあ、年3回なんでね、まあ、そんなに回数は多くないですけども、今までね、こちらでラウンジ機が年間3回使ったわけなんですけども、まあ、プライティパスになりましたということで、羽田空港のね、第3ターミナルにあるティアットラウンジもね、あそこね、ラウンジ機使えないんですけども、 プライティパスはね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらのデビットカードでもね、今後ね、羽田空港のティアットラウンジで利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいですね。で、またね、こちらね、結構びっくりなんですけども、えー、ダイニングバイ招待日和もね、これついてるんですよね。これもね、結構驚きで、こちらになるわけなんですけども、ダイニングバイ招待日和ということで、まあ2名以上のね、レストランコース利用していただくと、1名様無料っていうのはね、このダイニングバイ招待日和なんですけども、 こちらね、デビットカードで1万1000のね、年会費で、いろんなね、特典が付いているにもかかわらずね、こちらも付いているっていう風になりますんで、ね、レストランね、利用されたいっていう方も、こちらのカードね、非常にお勧めっていただきになります。 またね、海外 ATM のね、特典もあるんですけども、一応ね、現金出金ね、現地でできることはできるんですけども、あの、外貨決済手数料ね、2.5%上乗せされて、海外の ATM 手数料とかもね、かかるみたいなので、これはね、そんなにお得じゃないと思うんですけども、一応ね、利用することができるっていうふうになりますんで、最終的なね、現金を下ろす手段として、一応持っておくのもね、まあ、悪くはないのかな、なんていうふうに思います。またね、電子マネーとして、Apple Pay、Google Pay も利用することができて、 国際ブランドはねマスターカーカドっていった形になりますはいということで今回ですね SBI 銀行のプラチナデビットカードでモバイル端末保険ね実際に使ってみたのでそのね感想を話させていただいたわけなんですけどもあ詳細をちょっとすいません言ってなかったですね。 ちょっと画面切り替えさせていただきますけれども11月の20日に、ね、保険請求をさせていただいてその後と、ね、23日に自己受付連絡がえメールが届きましたで私の場合はね先ほど説明させていただいた通りえっり、と、儀的マークの、ね、追加書類みたいなのを再提出、まあ、追加書類提出をいたしましたので、まあ、そこでねまたもう1回提出をして12月6日に振り込み完了といった形になりますでこちらの保険ね1つあの使ってみてね 不安要素だったんですけれども、まあ、私はね、修理をして、修理完了しますよね。だからもうすでにそこでお金を払ってますよね。で、そこでお金を払ってですね、で、審査が通って、 保険金が振り込まれるっていう流れだったんですよね。で、これはね、あの、もしね、保険適用になり、ならなかったら修理を出したくないっていう人も、まあ中にはいらっしゃると思うんですよね。まあ私もそうだったんですよね。ですんで、まあ使えるんだったら使いたいし、まあ使えないんだったらちょっと考えたいみたいな、まあそんな感じだったんですよね。こちらね、私はデスクに確認させていただいて、この修理費をね、自己負担した後じゃないと、 こちらね、どうしようもないんですかっていうところをね、確認させていただいたんですけども、私の担当した方はですね、まあ基本的にそうなりますみたいな感じで、要はその、修理をして、修理のお金を払って、で、この保険請求をして NG だった場合、もうそれしかないみたいな選択肢のね、 あの話をさせたわけなんですけども、ツイッターでね、教えていただいたんですけども、いや、そうじゃないと。そういった、あの、事前審査もね、利用することができるっていうことを、ツイッターの方でね、教えていただいて、こちらね、保険申請ページから、修理代金、収集書の代わりに、修理見積書を添付して、備考欄に事前審査希望と明記していただくとですね、 こちらね、審査結果が届いた後に修理っていうことはね、できるみたいなんですよね。保険自体はですね、この SBI 銀行プラチナデビットカードの提携している、この桜損害保険さんがね、あの、やってくれるわけなんですけども、まあ、こういったこともですね、利用することができるっていうふうになりますので、もしね、これからこの SBI 銀行プラチナデビットの保険請求ね、利用される方に関しては、保険適用になるんだったら修理出したいっていう方はですね、 デスクの方もね人によってはねもしかしたらこれ慣れてなくて知らないみたいなのもあるかもしれませんので。 この点ね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。もしね、これができませんみたいな感じになったらですね、いや、こういったことを利用されている方いらっしゃいましたっていう話をして、まあ、担当を変えていただくとかですね、ちょっとね、あの、対応してもらえないかな、ぜひ聞いてみていただければな、なんていうふうに思います。私もね、実際に利用しまして、使えるかどうかっていうのはね、やっぱり先にね、知っておきたいところですよね。やはりね、これ、 自己負担になると、まあ普通にね、今回4、も5万円ぐらいのね、自己負担がね、急に入ってくるっていうふうになりますんで、まあそこはね、ちょっと知っておきたい方もね、多いかな、なんていうふうに思いますんで、この点ね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。はい、ということで、今回ですね、SBI 銀行プラチナデビットカードのね、モバイル端末保険実際に使わせていただきましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いや、個人的にはですね、非常に良かったですね。 特にね、いいなという思う点は、SBI 銀行ね、使ってる方はですね、ランク上がったりもいたしますので、ATM の手数料とかね、振込手数料とかもね、月20回までね、無料で利用することができますんで、こちらもね、非常に大きいですよね。またね、その他のね、海外旅行保険であったりですね、プライオリティパスとかね、招待日和とかね、ここら辺もね、利用することができるっていうふうになりますし、このモバイル端末保険ね、ご自身だけではなくてですね、家族の方も利用することができるっていうふうになりますんで、 プルケアってね、ま、地と端末ごとにね、入らなきゃいけないっていう風になりますんで、まあ、それだったらね、一本化でこっちね、持っといていただくのもね、悪くはないのではないのかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、参考にしておいていただければな、と思います。はい、ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいな、と思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。